新潟市立鳥屋の中学校は、新潟県新潟市中央区、女池に所在する公立中学校である。愛称は鳥屋の中。開校、創立は1947年5月15日で、2017年に70周年を迎えた。一装には、所在地の新潟市と市内を流れる品濃川をイメージした怒りを中の字にデザインしたものが使われている。 交渉そのものは昭和14年に開校した旧姓、新潟市立新潟中学校の衣装をそのまま流用している。これは鳥屋の中学校の前身である新潟市立第四中学校が新潟市立新潟高等学校内に併設されていたことに由来している。制定、1957年作詞、大倉栄太郎作曲。 多才 H1947 年5月15日、新潟市立第4中学校として、現在の新潟南高校内で開校。1951年11月1日退場所に、新校舎が完成。新潟市立鳥屋の中学校に改名。1957年3月校歌制定。1972年4月校舎が、現在の場所に移転。 1978年4月上山中学校を分離新設。2006年6月特別教室旨大規模改修工事実施。2011年3月プレハブ教室増設工事着工。全校生徒数は809名度。前年比マイナス19人新潟市内及び新潟県内では小針中学校に次いで2位。 部活動加入率は90%と部活動の公式 HP 上で告知されている。大見一丁目、大見二丁目、大見三丁目上、大見一丁目、上大見二丁目、上書一丁目、上書二丁目、上書三丁目、上書中一丁目、上書中二丁目、上書中三丁目、下書島下書島一丁目、下書島二丁目、新話一丁目、神話二丁目、 新は3丁目東高場4番、東高場5番、東高場6番、東高場7番、東高場8番、東高場9番、東高場10番、東高場11番、東高場12番、東高場13番、東高場14番、東高場15番、東高場16番、東高場17番、東高場18番9号、東高場18番10号。 投稿庁18番11号。投稿庁18番12号。投稿庁18番13号。投稿庁18番14号。投稿庁18番15号。投稿庁18番16号。投稿庁18番17号。投稿庁18番18号。投稿庁18番19号。投稿庁18番20号。投稿庁18番21号。 東高町18番22号。東高町18番23号。東高町18番24号。東高町18番25号。東高町18番26号。東高町18番27号。東高町18番28号。東高町 18, 18番29号。堀之内堀之内。南一丁目。堀の内南2丁目。堀之内南三丁目。新東寺新東寺1丁目。 新東寺二丁目、新東寺三丁目、新東寺南一丁目、新東寺南二丁目、小針の木一丁目、小針の木二丁目、小針の木三丁目、桜木町女池一丁目、女池二丁目、女池三丁目、女池四丁目、女池五丁目、女池六丁目、女池七丁目、女池八丁目、女池新名一丁目、女池新名二丁目、 女池新兵三丁目、女池東一丁目、女池南一丁目、女池南二丁目、女池南三丁,丁目、和光町一丁目、和光町二丁目、和光町三丁目。ありがとうございます。